重藤業のそれ個展にありますよ <laughs> ここからは金曜日のスタジオ部員重藤さんによるコラム、はい、それ個展にありますよ、はい、早速本日のお話をお願いします、はい、ありがとうございます今日は伝統芸能研究家の重藤がお二人にぴったりの歌舞伎体験をご提案したいと思います、はいえー、ドキドキ<お>コーディネートしてくれる感じコーディネートするアテンドしちゃうお二人はあの歌舞伎ってご覧になったことありますか <laughs> はい一度 一度ある、カイさんは。私も実は一度だけ。一度だけある映像ですね。その時の記憶とかイメージとかなんかあります？なんか豪華でしたよ。美僧さんが出てる時。カイさんなんか覚えてます？私博多座で見たんですけれど、ちょっと中をこうまうというかっていう演があったあったなっていう。でも意味がわからないまま時間が過ぎていっちゃったので。元のストーリーとか知らないとね。そうなんですね。じゃあそういうことでじゃあ僕が。 超初心者向けの歌舞伎入門を今回お話しようかなと思うんですけども今日はですね今日は甲斐さんの歌舞伎に対する知的好奇心を僕はくすぐろうと思っておりますのでもし甲斐さんが初めて知ったっていうことがありましたらですねちょっと僕お手元に用意したこの「へえ」と音を鳴るボタンを教えてもらってこれまだ売ってたんだちょっと教えていいですか いいじゃないですかちょっといいですかこの「へえ」の声実は愛媛で一緒にお仕事してた方の声なんですよすごいところでつながりがびっくりしました何の方なんですかか今音声さんをされていてフリーでやられてるんですけどありがとうございます じゃあまずはお二人に質問なんですが関東に住んでいてああ今日ちょっと歌舞伎みてえわって思ったらどこに行けばいいと思いますかえ？歌舞伎座じゃないのお歌舞伎座、うん、歌舞伎座以外にあるんですかまだ他にそうなんですよこんな 月は東銀座にある歌舞伎座と半蔵門にある国立劇場の2カ所で歌舞伎が上演されているんですねえって言わないっああそう言っちゃった本人が思った時に押すものよあそうなんね強要、うん、はダメなんですねでね実はこの2つの劇場は全く別のテーマを持っているんです、うん、歌舞伎座っていうのは緑狂言っていうものをテーマにしていて国立劇場は投資狂言

演目を上演するんです六、うん、演目上演するんですその六演目っていうのは歌舞伎の名言とか名場面を集めているそれ名場面を六個集めてるよってことなんですね、えー、例えばあありがとうございますいい例えば、うん、テレビドラマで例えるするならば例えば百一回目のプロポーズの名言といえば僕は死にません <laughs> そうそうそう,そう,そう <laughs> ごめんなさい全然上手くなかった <laughs> あなたが好きだからね,ね <laughs> とかじゃあ半沢直樹で言えばはいどうぞ えっと、倍返しだ。そう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 、ね、そういう。やったーえー、えーえー、間違えちゃった。ええ、間違えちゃった。間違えちゃった。間違えちゃった。間違えましたよ、うん。みたいな、決め台詞とか、名場面ありますよね。はい、歌舞伎座では、その名場面を、六個見繕って、上演しているんですよね。うん、これが、緑狂言っていう方なんです。ええ。じゃ、ああんまりストーリー。うん っていううのはは割と継ぎはぎ感がある見せ方をされてそうですねちょっとやって休憩してちょっとやって休憩してって言って<ー>全く別のジャンルをとにかく6個並べてるっていう<ー>だから分かりづらく <laughs> <laughs> いいややいや,いやそれを見たんですかねいいとこ取りでうもう一つの方が国立劇場の投資狂言、うん、ざっくり言うと一挙上演っていう意味なんですね今月と来月で国立劇場は「妹山女帝金っていう名作をぶっ通しで上演するんですね例えるとするならば スター・ウォーズのエピソード1から6を一挙に上演しますよみたいな感じでーダース・ベイダーってどんな存在なのかっていうのをダース・ベイダーの前からずっと追いかけていくとかじゃあそっちは毎日行くことに意味があるみたいな毎日行くことっていうよりも、えっと、1ヶ月通して前半 もう1ヶ月通して後半っていう感じで8時間10時間かけて1つの作品を全部見せるよっていう,うーすごいそうするとなんか例えば「スター・ウォーズ」ですることまた戻ると「うん、I'm your father」みたいな感じの名言にはどんな意味が含まれているのかみたいな伏線も全部わかるよっていうことなんですよね。うんうん、そういうことか、えーね、なので、ね、名場面集のメドレー、うん、歌舞伎のエッセンスがぎゅっと詰まっている名場面集のメドレーを見たかったら歌舞伎座に。うん <laughs> 二ヶ月通して、一つの名作を味わい尽くしたかったら、国立劇場に行けばいいっていうのの違いなんですね。それってでも、初心者はどっちがいいって言えるんだろう、ねね。そうですね。これはもう、まさしくブルボンさんと甲斐さんが、どっちの方が自分が乗れるかなと思う方でいいと思います。<ー>例えば、全部伏線まで見たい、がっつり見たいなと思うんだったら、国立劇場に行けばいいし。うん、歌舞伎の、例えば、女形が綺麗な演目とか、舞踊、うん、すごいアクロバティックなものをするものを見たいなと思ったら、国立、あせ、ごめ歌舞伎さんに行くみたいな感じで。 どどっっちち派派いいとこ取りしたいですから私たちは歌舞伎座派だそれですごいこれが見たいってなった時にじっくり見たい一番もしかしたらいい見方かもしれないですね。まずはねいろんなものをで例えばただ僕歌舞伎に行ってくださいって言っても歌舞伎って何見ていいかよくわからないから初めての歌舞伎って戸惑ってるんですよみたいな声ってよく聞くんですけれども。 ここで重藤が初めて歌舞伎初めての歌舞伎見物で一番大切にしてしいことを言いますとズバリなんですね、うん、この「見え」っていうのは僕たちが歌舞伎役者をイメージした時に真っ先に思い浮かべる手をビヨンって広げ,、うん、広げて寄、うん、り目をギューッとして。うん ってこれが「見え」っていうなんですけどこれは観客席に向けて俺を見てっていうか俺以外見ないでっていうそういう合図なんですよね<ー>だから見えさえ見逃さなければ<う>歌舞伎の舞台では大体何が行われているのかっていうのがすぐに分かるんですよね。えー、じゃあ本当にもう そのこっち見てなかったあっち見てなかったみたいなことはないんですか絶対にないないんだ見栄があれば絶対にない、うん、そして歌舞伎の舞台は舞台上に何十人いようと何百人いようと動いている人大事な用がある人以外みんな固まるんですね 固まってるんです絵になるんですそれでその人だけが動くのも分かりやすいやってくるんですえ早香もアイドル時代にほらみんなの視線をいただきまゆゆみたいなやってなかったのやってないですね全く人気なかったそういうことですそういうことです私を見てっていうことで見栄はやってなかったんですね見栄やってなかったから売れなかったのかそうかもしポーズ作ればよかったのも決めポーズ頭の上で V サインみたいなの作ったのかちょっと古くないです アイドルもそういうい当たると例えばその時にやると声援がかかりますよね、うん、その見栄をやる時に例えば「なんとかや」「中村や」とか「成田や」っていうのをかけるのはそ,そのファンさみたいなもんで見栄を決まってる「よーいい形だ」っつって褒めるんですよねそれが「大向こう」っていうもんなんですけど<ー>まあこの見栄をね、まあ、見逃しちゃう方もいるかもしれないんですけれども見栄には必ず「つけ」っていう「 効果音が入るんですね。それは舞台の紙手で舞台をバタ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 って叩くおじさんがいるんです。<ー>このバタバタって音があると見えが決まった瞬間にその音が鳴るんだけれども、それが超爆音なの。 だから寝てたとしてもその爆音がう,うるせえうるせえとって目が覚めるし今はぎょうちゃんの膝の肉の音だったけど実際は舞台の板の音,の、ねうん、板の音をばチばチばちたくんですけれども、えー、だからうつらうつらしててもその音が見てパッと目を開いたら必ず見えをしている人がいるからあこの人を見ればいいんだっていうことで分かっていくそれが歌舞伎なんですよね。 それだけ覚えてればなんかそんな難しくないような気がするんじゃないのかなでもう一個歌舞伎のお約束事知りたかったらぜひこうイヤホンガイドっていうのを書いてくださいってことでこれイヤホンガイド超大事借りなかったんですよ借りなかったねなんかねオプション料金払うのがちょっとね<ー>オプションはつける方がいい <laughs> つけた方がいいんですねあれ何が聞けるんですあれは副音声の感じでその登場人物の喋っているセリフを現代語にするのもあるし緑狂言だったりすると伏線が分かんなかったりするから実はこの前段階でどんなことが起きてるんですよってのそこまで教えてくれるんだだからいいとこ取りだけれども全部の物語を最初にバーって解説してくれるんですねそれをタイミングよく教えてくださるからすごくいい初心者の人は初心者こそだね絶対つけた方がいい ありがとうございます。三兵。ぜひ今日も今月もねあの二人まだずっと歌舞伎は続きますからおめかしをして歌舞伎に行ってみてくださいってことで。はい。さん何平でした？あえ五兵だったんだ。えもっとおしましたね。セットされたんじゃない？んいいのあその程度だったね。いや違う違う違う本当は心的に百平ぐらいの程度ぐらいはいました。ちょっとすいませんでした。以上それ固定にありますよでした。 ありがとうございましたましげ事業のおそれ個展にありますよこのコラムはポッドキャスト Amazon Music Spotify YouTube でもお聞きいただけますぜひチェックしてくださいお知らせの後は落語家桂宮司師匠による桂宮司のザブトンブです